はい、どうもこんにちは。初めての人は Adobe Premiere Pro と After Effects の違いがよくわからないかもしれません。いきなり答えを言ってしまえば、 Adobe Premiere Pro というのは動画編集を行うソフトで、 After Effects は動画にアニメーションや CG を加えるソフトです。もし動画の編集をしたいのに After Effects を使ってしまえば、それは木を切るのにハサミを使っているようなもので、めちゃめちゃ時間がかかります。逆にプレミアプロを使って CG を作るのはノコギリで切り絵をするようなものかもしれません。この動画ではプレミアプロとアフターエフェクツの違い、そしてそれぞれ何ができるのかを簡単に説明していこうと思います。まずはアフターエフェクトですが、これはフォトショップの映像版だと思ってください。つまりいろんな写真素材や動画素材を上へと重ねていって、それを一つの動画ファイルとして書き出すためのソフトです。なので高度なエフェクトを加えようと思ったら、たった数秒のアニメーションだったとしても、上に何十個もクリップを重ねていって、ようやく数秒のアニメーションが出来上がるということもあります。一方プレミアプロの場合は、動画や写真素材、そして効果音や BGM なんかを取り込んでいってから、それらの時間を合わせて横に順番に並べていくためのソフトです。もちろんこの中にはアフターエフェクトで作った映像素材なんかも入ります。アフターエフェクトはさっきも説明したように、一つ一つに高度なアニメーションを追加していきますので、その素材のファイルごとに一つずつ作成して書き出していく必要があります。あらかじめ絵コンテやストーリーボードを書いておいて、どんな CG が必要かを把握しておくと良いかもしれません。一方のプレミアプロは最後のまとめ編集に特化しているソフトなので、シーンが切り替わるごとのトランジションを加えたり、テロップを上に追加したり、また色彩補正を素早くかけることができます。最終的にどんな編集になるのかはプレミアプロにかかっています。ということでまとめですが、釘を打つにはハンマー、そしてネジを締めるにはドライバーを使うように、 CG や特殊効果を使うにはアフターエフェクト、そして最終的に動画編集をするときにはプレミアプロというふうに道具を使い分けていきながら、一つの動画を完成させていきましょう。次回の動画からお見せするアフターエフェクトのチュートリアルでは、モーショングラフィックスや VFX、 そして CG の作り方なんかもお伝えしていきますので、実際に手を動かしていってみてください。それでは今回の動画は以上です。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。